リカコライフ。はい、皆さんこんにちは。元気してるかな。今日はね、もうすぐバレンタインデーってことで、私は毎年お家で何か作ってるんだけど、ここそうだな、2年ぐらい続けて作ってるブラウニーがあるのね。で、それは米粉とお豆腐で作るヘルシーなブラウニー、チョコレートブラウニーなの。で、まあなんでそんな感じのスイーツにたどり着いたかっていうと、私自身がチェーン型フードアレルギーって言って、まあ普段自分が好きで日常的に食べてるものの、アレルギーのことを言うんですけど、まあ症状的にはちょっと頭が痛いとかだるいとか体調が悪いとか、そんな感じのまあ症状が出るんですけど、で、その遅延型フードアレルギーの検査をしてみたら、あ、これはね、みんなできるから、ぜひ、興味ある人、なんか体調が優れないという方は、ぜひ調べたら、普段食べてるものがどんな自分にとって、アレルギーかっていうのがわかるんで、ぜひその情報は、遅延型フードアレルギーは、ここにこう、載せますけど、ぜひ調べてみてください。それで、私はその遅延型フードアレルギーで出ちゃったのは、卵。乳製品全般なのね。だから牛乳とか卵が使えない、チーズもってなると、スイーツって結構それがふんわりいっぱい入ってて、お砂糖も入ってて美味しいスイーツじゃない。で、それがアレルギーで出ちゃったから、うわー、もうちょっとスイーツ食べられない、ショックっていうところから行き着いたのがビーガンスイーツなんです。ね、ビーガンスイーツっていうとみんなちょっとハードル高そうに感じるんだけど、まあ要は動物性のものを使ってない。だから牛乳の代わりには豆乳。それから小麦粉を避けるのは、私は小麦粉アレルギーではないんだけど、小麦粉って代謝を避けるというか、体が冷えるっていうことを言われていて、美容的にもこの年齢になってくると、まあ、代謝が下がるのは良くないので、普段なるべく小麦粉を避けてます。なので代用して米粉を使う。で、そうなってくるとビーガンスイーツって全部が入ってるから、これはいいねっていうことで、すごい体にもいいしヘルシーなスイーツに出会ったということになりました。前置きが長くなりましたけど、そこでですね、私が出会った素晴らしいレシピ本があるんです。これ、じゃじゃん、このね、ヘタおやつって言って、白崎さんってもうね、そういうビーガンの中では、まあ料理、スイーツだけじゃなくて、お料理も、作ってるんですけど、小麦粉を使わない。まあ、要するに卵も乳製品も使わないスイーツの本がこれ。で、私はこれをいつも見て、勉強しながら作ってます。そして、じゃじゃん。この中に、そのレシピが載ってるよ。興味ある人はぜひこの本を買ってみてね。いっぱいそういうスイーツが載ってるから。ということで、今日は去年も作ったバレンタインデーに息子に大好評だった簡単ブラウニー、お豆腐と米粉で作りたいと思います。じゃあ早速、じゃじゃん。豆腐 150g、 まあ一丁の半分ぐらいですね。 150g っていうの売ってると思うんで、これ絹です。まずこれをね、滑らかに潰しながら、お豆腐って本当に、まあもともと大豆だから、タンパク質なんだよね。このタンパク質を使って美味しいスイーツを作る。このお豆腐をまず、すごい潰しながら滑らかにする。見えてますか？いい感じでしょうか？もっと滑らかにしていくよ。お、飛んだ。こんな感じで、お豆腐がほら、だん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 クリームみたいになってくるでしょ？この滑らかさが美味しいスイーツを作るポイントになってくるんですよ。あと、お菓子作りで経験して大事なことは、絶対にレシピに載っている分量を確実に守る。あとは、順番も確実に守る。で、これを適当にやると絶対に何か失敗するんだよね。だから、ちゃんとレシピに書かれてることに忠実に目分量じゃなくてね、やるってことがすごい大事です。ほら、わかる？このクリーミーさ。
まるでお豆腐じゃないみたいになってきたね。ねえ。なんかこれだけでも美味しそうやな。豆腐の味しかしないけど、これは。そろそろいい感じです。腕もすっごい疲れ。これ、いい筋トレになります、ここのね。お菓子を作りながら、二の腕も鍛える。うわぁ、やめてさあ、そろそろ、いい感じになってきました。ふかふか。見える？ふかふかさ。そして、A を加えてよく混ぜ、油を加えて乳化させます。A というのはこちらのグループです。はい。まず、てんさい糖、蜂蜜、ラム酒、塩一つまみ。まずは、てんさい糖、45g。てんさい糖ってよく出てくると思うんだけど、GI 値が低いお砂糖ね、急に血糖値を上げない。これは本当に白いお砂糖よりも体にいいって言われてるので、ぜひ、こういうお菓子作りの時、普段のお料理にも、てんさい糖に変えると非常にいいです。これ、てんさい糖。それから、蜂蜜大さじ1。大さじ1。続いてラム酒大さじ1。飲んでもいいけどね。飲んだら酔っ払いますから。はい。これ入れます。大さじ1。うん、いい香り。そして、塩一つまみ。一つまみってこれぐらいのこと言うんだって、親指となんか3本の指でこうパサッと一つまみ入れます。はい。で、これをまた混ぜていきます。どう？見えてる？よーし。そしてね、ここにココナッツオイルを入れて乳化していきます。ココナッツオイル。これはね、普段固まってるんだけど、今ね、ちょっとお湯につけて、柔らかい状態にしといた。こんな感じ。うん、見える？で、これもちろんね、ココナッツオイル、いろんなお料理にも使うんだけど、なんと私はね、これをお風呂場に置いて、あったかくして、ブースターの代わりに使っちゃってるの。ブースターとは美容液の代わり。だからお風呂上がりにこれを全身に塗ってるわけ。顔とか。で、もちろんオーガニックだし肌にもいいので、ぜひこれもおすすめです。お料理にも使えて、体全体に使えるオイル。だから台所に置いといてこうやって手にね、よく塗ってます。で、これ、ココナッツオイル。分量は、なんだったっけ？ココナッツオイルは 50g。ここに入れて乳化させます。これは素早く混ぜるということです。コツは、素早く混ぜるということです。はい。できます。さあ、これ乳化したものに、乳化、混ぜたものに、まずココアパウダー 25g。これ順番はこの通りに入れてください。次、アーモンドプードル 25g。この順番を間違えるなと書いております。うわぁ、もうブラウニーの色してきたでしょ？そこに米粉 75g。この順番で混ぜてください。こうやって、ブラウニーの素ができました。で、これをよくなじませて、混ぜたら、
まず、この生地を冷蔵庫で30分以上寝かせます。これ、一晩前の日に作って寝かせても OK。でも今日は30分から40分。寝かせば寝かすほど美味しいんだけど、1日以上は置かないでください。はい。じゃあね、そろそろ、生地を寝かせて冷蔵庫で、いい感じになってると思うんだけど、その前にね、今日ちょっと便利グッズ、紹介したいものがあります。これ。野田放浪。これね、放浪の、バットなんだけど、何にでも使える。今日はこれを、に、クッキングシートをこういう感じで切って、揺するの。で、ここに入れて、オーブンでケーキを焼くんだけど、実はこのホーローみんなも知ってると思うけど、万能で私は冷蔵庫の中ほとんどこのホーローが入ってて、例えば、ちょこっと、まあ、あと他にもたくさんあるんだけど、例えば、忙しい朝、とか夜とか、これね、これは炒め物って書いてるけど、炒め物とか鍋に入れたりとか、で、こういうのを、こう入れてたり、あとは、お味噌ね。濃いめ。オーガニック味噌って書いてるんだけど、これは玄米のオーガニック味噌で、こういうの入れてたり、あとは、作った肉じゃが。ちょっと固まってますけど、肉じゃが入れてたりとか、見えてる？コンベック。はい。ということで、こういうふうにね、冷蔵庫の中でも使えるし、オーブンにも入れてもいいなんて、本当に万能で、今ね、やっぱりエコ的にもプラスチックのものを使わないでゴミを減らさないっていう意味でも、これはずっと使えるし、何にでも使えるから、ぜひおすすめです。ということで、今日は、この、ホーローのバットに、ブラウニーを入れて焼きまーす。このサイズは後で教えてあげてね。何センチ何センチってやつね。これ。はい、このサイズでいきます。さて、ブラウニー、冷蔵庫の中に入れて寝かしておきました。おー！こんな感じ。こんな感じになったのに、ところにベーキングパウダー。小さじ1。入れました。そしてこれを1分間素早く混ぜます。すでに10秒経ってるんで10秒中身にやりたいと思いますけど。はい、こんな感じで。混ざりました。今日はこの私はホーロー使ってますけど、白崎さんもホーロー勧めてますけど、普通に売ってるね、パウンドケーキ用の、紙のやつとか、そんなのでも大丈夫です。はい。こんな感じで仕上がりました。はい、これをじゃあ、バットに入れるよ。はい、ということで、こんな感じに入れたよ。見える？結構、こうやって大雑把でも、まあ、生地がちょっと硬いしね、大雑把でも綺麗に焼けるから、心配しないで。で、これを、まず170度のオーブンで、10分焼きます。このまま入れちゃうよ。余熱したオーブンに、10分いきます。ピピ。はい、ということで、出来上がりました。オーブン開けてみたいと思います。美味しくできたかな？美味しくできたかな？よいしょー！イエーイ！さあ、美味しく出来上がってます。こんな感じになりますよ、できると。じゃじゃーん！完成！ということで、ノア、美味しくできたね。ノアは食べれないけど、美味しくできたよ。
これをちょっと冷やして、この紙を取って、切り分けます。なので、冷やすまで、少々お待ちください。めっちゃいい匂い、この匂いを届けられない。めっちゃいい匂いだよ。で、完成しました。これ、ブラウニー見て。素朴だけど、まあ、ちょっと私男の子のママなんで、いつもこんな感じでラップしてそっと置いておきますまたこれを一つずつギフトに袋に入れるのは後で詰めて移しますね。とりあえず息子へのブラウニー完成しました。